ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。 DVD では映ってない会場だからこそ見れたハプニング。まあその通りですね、言った通り、うん、ジャニーズこんだけ、ね、足運んでる僕たち、やっぱり会場ではハプニングも結構あるんですよ、うん、たまたまその日収録入ってて DVD になってる時もあるんですけど、うん、やっぱりなってない時の方が多いんで、あ、なるほど、そういうハプニングとかを今日お話しできたらなと、はい、まあ、たまたまその様子がちょっとはもし乗ってたらあれですけど、うん、はい、お話しできたらなと思うんですけど、結構あるよね。まあ物落としちゃったりとかはあるんですけど、うん、あとコンサートはそう DVD のメインじゃないところで起きてたりとかね、うん、ハプニング、そういうのは結構ある。カメラが抜かれてないところで、抜かれてないところでこんなことがあったとか、うん、会場だからこそ見れるっていうのはあるんですけど、まずは横浜アリーナで ABCG のコンサート行った時に、はい、2階席の一番前だったんですよ。はいはいはい。でこう見てたらこうみんながさ、いろんな場所でタワーみたいな、東京タワーみたいなやつになってグーッと上がってくるやつ、立ってるところのこうなって、こう高く上がってくる、グーッと上がっていって2階席のところまで結構近くまで来るよみたいな、はい、でそこでちょうど僕らの目の前のところが河合くんだったの、はいはい、で河合くんが来たんです。でうわ河合くん来た、こうやってくるっていうね、楽しみ、これもしかしたら同じ目線に来るから気づかれるんじゃないうちらって、あ、ファンさんもらえるかもって思った時の起きたハプニングがあるので、うん、ご覧ください。ご覧いただきましょうか。はい、どうぞ。ということで上がらなかったのよ、河合くんだけが。あんなカッコ悪いジャニーズ見ることないよね。コンサート行ってあんなカッコ悪いジャニーズ見ることそうそうないですか。もうだからガチャッもう開けて、うん、乗って閉めて何もせずまた開けて、おのから一回檻に入ったみたいな感じ。そう。あれ。みんな上がっていくんだけど一人だけ上がんなくて、最後なんかすっごい照れて、いや、恥ずかしいよ、恥ずかしいよね、滑稽だよね、全く上がらず。ちょっと降りたいけど、でもそのタイミング変に動いても危ないし、はい、そうですね、止まるタイミングまで動けないしね。あれはめっちゃ面白かったな、可愛かったよね。でもそういうのは見れるの生だから。そうですね、小倉さんまだ一緒にコンサート行ってないですもんね。そうなんですよ、うん、最近ね、ちょっとチケット2枚しか取れないとかもあるからあれですけど、ちょっとぜひ行ったらそれも見れますしね、はいはい、楽しみですね。あ、他のね、グループもちょっとニュースのコンサート僕らよく行ってるんですけど、はい、ニュースの時もこれドームだったんだけど、またこうスタンド、はい、アリーナじゃなくてスタンドのこの上の方 でまた同じ背に上がるやつ、うん、の時に目の前が小山くんだった。はいはい。あ、小山くんが上がってくるって思った時の、まあ上がったんですけどね。そう、そこはちゃんと上がったんですよ。はい、はい、はい。ちゃんと上がって、でこれはちょっと今再現見てもらいますけど、見てもらいたいポイント、上がった時にちょっと小山くんにちょっとしたね、まあ、ハプニングというかちょっとこっちしたことが起きて、で照明当たってない時にちょっとまあ可愛らしい小山くんとかね、近くのファン、うん、ファンサというかね、近くの人だけ分かる、はい、気づく、はい、面白いことしてくれたんで、それがこちらです。ご覧ください、どうぞ。はーい、いや、かわいいし、このね、上がって怖いっていう堂々とこう歌ってるんだけど、自分じゃなくシゲとかマスとかのもうパートになった時はもう怖い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 って周りの人に無理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 無
っちの周りだけがクスクス笑って、うん、はい、でまた「え、大丈夫大丈夫?」と思って自分のパート来たら堂々と歌う。そうだから実際 DVD には映らないとかですよ、そういうところって。なるほど、そうですよね。もう無理、高い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 。そこセット会場入った時に、はい、あれあそこ四角くなってるけどあれ今日上がるんじゃないとか、うん、気づいた時にちょっと楽しみですよね、はい、あ、そうかそうか、会場入ってから大丈夫かな、はい、その、うん、だちなみに、まあ、また別のコンサートですけどニュースの時にね、うん、これ僕が見てて、はい、知り合いにほらあそこ見てあそこ見てってやったのが、うん、ニュースのコンサートで、あの、まあ、それも照明当たってない時、はい、全く照明当たってない時にまっすーが、はい、ファンサーですよね、近くの人がその間も楽しんでくれたらいいなって時に、うん、まあ、ちょっといたずらというか、まあ、悪ふざけが始まっちゃったことがあるんですよ。それをじゃあ再現しましょう、はい、じゃあまっすーと僕がジュニアで、はいはい、再現します、どうぞ。はい、これですよ、これ。それぞれがこう歌ってソロパートで、ソロパートで立って歌う、はい、あ、次この人が立って歌う、次この人が立って歌う、その時に照明が立ってる、立ってる、はい、で立ってない人はみんなしゃがむっていうの時に、他のパートのメンバーの時にマスが俺の番持ってこうやってやるけどジュニアが違います違います違いますから違いますからっていうミニコントが行われる。ミニコントをずっとそこでやってて、はい、その周辺にいる何百人、うん、とかの、はい、とミニコントみたいな、そこはもうクスクスみんな笑ってるんですけど、はい、でファンとかもいや違う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 みたいな、ダメダメ違う違う、まだ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 みたいな、みんなでその来る、ゴー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 、今今今今今ファンと作るちょっとミニコントみたいな、それも僕らも上の方から見てて、僕もちゃんと歌ってる人をこうやって見ちゃう、大体そうなっちゃうじゃないですか、はい、で僕がこうまっすぐなんか気に何個動いてるなみたいな、はい、で気になったらそういう風にやってて、あれってなってって、その伸ばす見てます伸ばす。舐めてんの止められてる。自分の番じゃないのに動かすから止められてるみたいな。そういうのもやっぱコンサートで見たっていうね。あとさ、横浜アリーナとかってさ、よくもうあるのがさ、上の方のトロッコとか行ったりするじゃん。ああ、はいはいはい。ファンサーガーって回るけど、うん、片方のとこ行ったら関係者席あるじゃない。うん、の上通ったら全員がこう会釈する。こう通って、ちょっと降りて関係者席のところで、あ、お疲れ様でーすみたいなゾーンがちょっとあってから戻るんですよ。アイドルやったけど急に現実になる数メートルあるんだよ、ね、そこもあんまり DVD あたまに映るけど、はい、そんなに映んないよ、ね、映んない、はい、それ現場行った人のそういうちょっと同じ現場にいても気づいてる人と気づいてる人もいますもんね、もちろんもちろん、はい、どこ見てるかで、ね、今日何個か発表しましたけど、ジャガーズさんが気づいてないそう、もう同じ時にあるかもしれないですよね。やってた時にこんなこと言ってた、うん、はい、そうですよね、場所によって違うからってことですよね、うん、皆さんもちょっとぜひね、だからそういうのをレポとかで後々見たりするんですよ、あ、ファンの人は。そっか、ブログとかツイッターとかで、あ、今日こんなこと起きてたんだ、知らないところでみたいな、それも楽しいです ね、うん、ね、 それがまた違う楽しみだったりもするんで、はい、はい、今日はそれを僕たちなりに再現でやらせていただきました、はい、またね、こういうの見つけたらやりますんで、ぜひね、見てください、はい、というわけで、今日は DVD には映ってないハプニングでした。ありがとうございます。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。